こんにちは。はい、それでは、秋のですね、担当論文速習コースのガイダンスというところで始めていきたいと思います。担当歴史の講師を弁にした馬場ですと。暑いですね、外はね。その中、ここの中は若干寒いくらいなんですけど、わざわざ今日お越しいただきましてありがとうございます。あと、ズームの方もね、いらっしゃるということでね、この土曜日の、いい時間ですよね。本当であれば何か食べていたい時間に、ガイダンスを聞いていただけるというところでね、本当にありがとうございますと。今使いたいのは、こちらのガイダンスレジュメって書いてあるものを使って、ちょっと話をさせていきたい、話をしていきたいなと思っていますと。で、本当に、もう、実は、もう来年、試験に受かるとなれば、もうこれはすぐ始めていただきたいところで、で、通常のコースというのが、春から大体始まるのが一般的ですね。で、4月からコース、例えば新宿であれば、4月から始まっているので、すでに4、5、6と、で、もう7月、7月が終わりますから、大体3、4ヶ月、今若干遅れているということになりますので、ここから一気にね、回復をしていただきたいと。で、十分間に合いますかと言ったら、これは十分間に合う。まだ時期的にはね。いうところで、特に、1ヶ月、ちょうど今日、本当ね、このガイダンスの一番最初に、ご参加いただいている、見ていただいているという方は、この1ヶ月っていうのが、実はすごい貴重なんですよね。だから、ここのタイミングでもうすぐにね、勉強を始めて、もう動いていかないと、合格の可能性というのがね、どん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 低くなってしまっても困るんでね、やっぱこう高めるっていう意味では早めにしていただきたいなと思っていますと。で、レジュメの1ページ目のところでちょっと話をさせていただきますと、これ今受験者の推移というのを、こちらにちょっと上げさせていただいてますが、弁理試験に限らず、これなんですかね、人工的に減ってるというのもあって、若い人が。全体的な受験者数というのは、これは弁理士試験に限らず、今減ってる状況です。で、時々ね、弁理士が人気ないんじゃないかと思われるかもしれませんけど、それはそんなことはなくって、やはりその知的財産というところを考えた時に、今後ね、やっぱ日本が、技術というところを保護していくという意味では、絶対的に必要な仕事ということになりますので、弁理士自体は、当然、需要と。ただ、合格者は、今後はそんなに多く出さない。今のところは方針がありまして、今後も合格者っていうのは、そんなに増えていくっていう状況ではないです。だから、狭き門にはなってるんですけど、皆さんにとってみれば、あまり合格者がね、試験を受かるときはいいですけどね、そう、受かる、いっぱいいた方が。ただ実際、合格した後はね、そんなにいっぱいいたとしても、これは、競合他社が増えるだけですので、ある程度の合格者が絞られてるというのは、トータルで見たら悪いことではないかなと思っています。で、ちょっと見ていただきたいのは、特に初回、今回ね、2回目だよとかともいらっしゃるかもしれませんけど、まさにね、今回初めて始めようかという方がいらっしゃると思うんですけど、ここ最近見ていただくと、そんなになんですかね、初回の受験者の数は変わってないんですね。新規参入として新しく弁理士試験を始めようという方は、大体700名前後ぐらいですかね。ちょっとコロナがあったりして落ち込んだ時はあったんですけど、そこで令和2年3年というのはちょっとばらつきが出てますけど、大体700人前後ってところで、そんなに大きく推移はしてないという形になります。実際ね、平成28年ですと、受験者数が4600人で、今年が3500人ってことで、受験者はかなりね、4分の1ぐらい減ってますけど、1年目の初めて受ける人に見れば、そんなに大きな減りはないんですね。で、さらに、その初回の担当合格者っていうところで見ると、これもそんなに変わってないんです。で、変わってないってことを見ると、逆に言えば、全体の受験者が落ちてる中、初回の担当合格者が変わらないということは、合格率自体は上がっていってるっていうことになります。で、どういうことかっていうと、素直に試験に出るところをサクッとやれば、十分合格圏内に入ってくると。で、やるべきことが非常に多いんです、まず弁理士っていうのは。で、それはまず法律もかなり多いです。特許実用信用法、医商法、商標法、著作権を性競争防止法で、さらに条約って形でやるべきことが非常に多いんですけれども、大事なことは何が試験に出て何が試験に出ないのかというところをしっかり見極めた上で、試験に出るところを重点的にやっていただければ十分合格に持っていけるということになります。で、もう大体ね、弁理士試験の、ガイダンス来られる方は、どんな試験かというのは分かられてると思いますんでね、細かいところは割愛しますけれども、担当論文口述って3つあるわけですね。で、
これね、下こう空欄になってますけど、問題の解きにくさ、要するに問題から考えると、これ担当論文口述って形で、多分担当はマークシートです。あ、多分マークシートね。で、何が多分かっていうと、多分そうすると皆さんは、マークシートだから解きやすいだろうと。まあその通りですよ。ね、どっか一個選べばいいと。で、次、論文。論文大変ね。例えば書かなきゃいけないからいっぱい。だから論文書くとなると大変だから、ちょっと解きにくいよねと。で、口述はさ、ね、これも口述がある試験って今もうそんなにないんですけど、国家試験で。ね、口頭試問ですから。で、わかんないって言えないんだよね、これ。飛ばせないから、口述って。そう考えると、これめちゃめちゃ確かに解きにくいんですよ。だからそうすると、なんか試験って、担当が一番簡単で、論文口述って難しくなっていくのかなって思いがちなんですけど、これ実は問題の難易度は逆で、口述が一番簡単なんです。うん、最後の試験が。だってさ、口頭で聞かれるわけだから、めちゃめちゃ細かいこと聞かれても分かんないじゃない。ね、話忘れちゃうでしょ。だから実は問題のレベルとしては口述が一番簡単で、一番難しいのが担当なんです。まあ、論文がその真ん中なんですけど、これ担当試験ってこう勉強を始める前はなんとかなるんじゃないのと。でよくありがちなのは独学とかで、まあまあ過去問をなんか本屋さんに行ったらあったから、うん、それやっとけば、まあなんかマークシートだし受かるんじゃないの。で論文はなんかすごくいろんなこと書かなきゃいけないから難しそうだなと思うんですけど、実際受験生が思っているその担当と論文の位置づけっていうのは本来逆で、論文の方が実は要求してること難しくないです。うん、実はポイントさえつかめば受かるのが担当に比べると簡単で、担当の方が細かいことが聞かれているのでかなり大変です。で特に最近担当の難易度が上がってますので、まあ、そういった意味では担当対策っていうのをしっかり考えていっていただきたい。でその時になんでこのコースって担当と論文一気にやるのかっていうと、結局切り口の違いなんです。これ担当論文口述は聞いてることは同じ法律です。だからね、要するに何がこう違うのかっていうと、担当っていうのは知識を確認してるんですよ、まず。ね、こんなことしてます、あんなことしてますか。じゃあ論文はどういう切り口かって言ったら文章だから、お客さんに対して書く文章。で、我々ってね、文章を書く仕事なんです、弁理士は。明細書っていう特許の書類を書きます。特許庁に対して利権書って書類を書きますという。そういう文章を書く仕事だから、文章で正しく表現できますかというのが論文です。で今度はお客さんとね、直接やっぱりヒアリングとかよくやりますから、やっぱりね、こうちゃんと喋れなきゃダメですから、そこで口頭でできますかって、いわゆるその同じ特許法とかっていうのを知識と文章と口頭っていうので違う切り口で聞いてるだけなんです。だからここに関しては勉強を分けてやる必要はないです、うん、でかつ担当って細かいので、最初から細かいことやってっても全然覚えられないというか忘れちゃうんですよ。ということはまず大枠をしっかり作ると考えれば、やっぱり論文と担当の両方で使える知識っていうのをしっかり身につけていくっていうのが最初にやっていただきたいことです。例えば口述試験とかに関しても、結構私も最初から口述の過去問やってくださいって言います。で、口述の過去問自体は担当とか論文にもかなり有効で、毎年言うんですよ、口述最初にやってください。でもね、皆さんからするとね、なんか一番最後の試験だからまだ私口述なんかやるのすごい早いんじゃないですかって言うんですけど、そんなことはないです。全然ここはもう最初からやって、で逆に口述試験本当に受ける時になってみて、口述の問題やったら、あ、もっと早くやっとけばよかったなっていう話になるのね。でここしっかりとまず最初に、もう全部をやっていくっていうようなイメージを持っていただいて構わないです、うん、で結果的には、まあ、合格率、まあ、最近その、まあ、初学者については上昇はしてるんですけど、やっぱそれでもそんなに高くはないですよね。で今この合格点っていうのがもう決まっていて、担当は最近はこれずっともう39点なんです。だからまず最初っていうのは、第一の目標っていうのは担当試験、いいですか、担当試験で39点を取るんだ、この意識ですね、うん、39点を取るっていう、もうこの明確な意識を持つことが最初大事になります。で次のページのところになるんですけど、そもそも資格試験、これもよく私もとしつこく言うんですけど、よしとね、じゃあ弁理士ね、ちょっと勉強しようかなという時に、これね、また言葉のやとやや嫌なんですけど、弁理士の資格試験っていうのはこれね、勉強ではないんですよ。もう仕事感覚は、うん、要するに弁理士試験っていうのは仕事、勉強ではなくって仕事っていうふうにこれは捉えていただきたい。で勉強と仕事の一番大きな違いって、まあ、何ですかっていうと、これ納期なんですよ。まあ勉強もね、入試とかがありますから、まあ、いつまでやっててもいいってわけじゃないんですけど、まあ、結局
我々仕事ってそうですけど、成果が必要じゃないですか、ある程度の期限まで。で、例えば納期があって、ね、今、例えば我々だったら、今、私だったら便利ですから、出願の書類を作ったりしますよ。中間で、特許庁に対する書類を作りますと。で、期限が全部あります。で、例えば、今日も今、月曜日か、月曜期限の案件というのが今、1件だけ残っていて、で、そこで、ちょっとまだ意見書とかを作んなきゃいけないんですけど、で、例えばその案件とかも、月曜期限だから、これ、月曜過ぎちゃったら意味ないのね。だめちゃめちゃ今から頑張って、ね、今日帰ってやって、で日曜やって、まだ終わんねえなと。で、月曜日もやってみて、すげえいいのができたと。あ、もうこれだったら完璧に特許にできるぜっていうのを、火曜日に上げても意味がないんですよ。なぜかというと、月曜日期限って月曜まで提出しないと特許庁受け取ってくんないから。で、それが、実は試験勉強も一緒で、試験勉強って来年の5月の、まあ、第3か第4日曜ぐらいが多分担当試験になると思いますけど、そこで39点取ってなかったら意味がないんですよ。来年の6月に、例えば私のこの講座取ればね、来年の7月には45点取れます。完璧ですって言っても、もう7月じゃ意味ない。5月試験なんだから。で、それがすごく大事で、で、これを忘れがちなんです。これを忘れがち。どういうことかっていうとね、勉強とじゃあ、勉強と何が違うのって、勉強ってやっぱやったことが評価されるんですね、結構。学校の先生によってね、まあちょっと遅れたとしても、しっかり一生懸命やっていいものができるんだったら、それはそれで、まあ評価される。ことが、まあ、例えば小学校とか中学校多いですよね。絶対その日まで宿題やってこなかったとしても、ね、いや、まあ、これちょっと図書館でもっと調べればいいのができるんですよって言われたら、じゃあ次の日でもいいよ。あ、ちゃんと勉強したんだね。ってなるし、わかんないことをとことん調べる。これも褒められますよね。わかんないからいろんなことをどんどん調べてきますよ。でも、仕事ってそれじゃダメなんですよね。わかんないからどんどん調べました。ね、でも終わってません。意味ないですよね。だったら、8割でもいいから、しっかり仕事を仕上げるってことが大事で、だから実はそのできる範囲のところを最大限にやるってことが大事なんです。で、結局それは何がすごく違うか、要するになんで仕事として捉えていただきたいかっていうと、まあ結構これ書いてますけど、もともとさ、学生の時って楽なんですよね。だって勉強さえしてればよかったんですから。まあその私勉強すらしてなかったですけど、勉強嫌いなんで。ただまあ学生時代ってそうじゃない。ね、ちゃんと家帰れば、まあ、家庭によりますけど、まあ、幸いね、うちも普通でしたから、別に勉強を一応してる体を取っていれば、ご飯は出てきたしね。別に自分で洗濯もしなかったし、なんかね、そこをこう、なんか、ちゃんと親がやってくれるわけですよ。だ自分は一応勉強さえ、一応してればいいですよっていう環境だったんですけど、今そんな人いないでしょ。ね、勉強さえしてくれれば家でさ、ね、もう奥さんか旦那さんが何でもやってくれますとかさ、会社もいいよいいよやんなくてみたいなさ、お前勉強さえしてれば給料出しますからってさ、そんなわけなくて、全然意識してくるんだよ。で、ましてや、まあ、聞いてると、まあ、逆になんですかね、あんまり味方してくれないことなんか多いんだよね。意外に家庭とか仕事場、まあ、ましてや職場なんかそうですよね。うん、便利資金やってますだから何っていう、うん、いうことになってくるわけですよ。ってなった時にやっぱり効率ってことがすごく大事で、だから一つとしてはやっぱり今までと異なるっていうのは時間がないんですよ、勉強していく上で、うん、だからこの時間をいかに確保するか作るかっていうところを意識するってことが大事で、どうしてもやっぱりまた便利知識の勉強をしようかっていうと、昔のなんですかね、記憶というか、まあ、人間というのは昔の成功体験を使うわけですよね。でよく本当私ガイダンスでもいろんな講座の中でも言うんですけど、便利試験に受からない人、まあ、受からないって声ありますけど、ダメだった人の多くのパターンってやっぱり勉強が苦手で覚えられない、だからなかなか勉強しても成績が上がりませんっていうパターンじゃないんです。で逆で本来勉強ができる人、今までうまくいってますよっていう人の方が受からないですよ、これは。で、それはなぜかっていうと、結局、その学生時代の成功体験で来ちゃうので、まず時間の概念が違うんですね、学生の時と。だから、自分としては勉強時間取れてるつもりが、なかなか取れてないっていうことになったり、もう一個がその結果を意識するってことがやっぱりできてなくて、ちょっと字汚くて申し訳ないですけど、ごめんいらないや。結果ね。うん、で資格試験で便利知識に受かるかどうかの話ですから、途中の過程で実は全然評価されないんですよ、言葉を言ってしまえば。だから来年の試験に39点取るためにどうしますかって言ったら、出ないことはやらないとか、もうそこは明確に切り分けてもらえばいいんですけれども、やっぱり昔勉強はしっかりやってたからね、皆さん優秀な人が多いから、ただ分かんないこととか調べ出しちゃうわけ。講座で聞いたけど分かんないぞ、ちょっと調べてみるかってさ、で調べたらまた違うこと気になっちゃって、これってなんか裁判所の判例があるぞみたいなさ、でそういうのを見出しちゃってさ、で気がついたらすごい時間経っちゃって、
ああ、今日もね、2時間やったけど、分かったこと1個だけってことはあり得るわけ。で、それを避けないと、実はダメです。資格試験の勉強っていうのは、もうどんどん割り切ってやっていくしかないっていうところがすごく大事ですね。で、さらに、結局じゃあ学習するときですね。学習するときっていうところで、今言ったように、たくさんやらなきゃいけないので、最初の頃ってね、意識していただきたいことがあって、何かっていうとね、私、講座で言うんですけど、これね、どうせ忘れるんだ。言葉ちょっとね、身も蓋もないですけど、忘れちゃうんだよっていうところを意識していただいて全然構わないんです。で、これもだからさっき言った皆さんがね、もともと勉強ができている人っていうのはどういうふうになっちゃうかっていうと、1回勉強で聞きますよね、話を。で、例えば2回目やるんですよ。2回目やると間違える。例えば忘れてる。ショック受けんだよね。ああ、一回聞いたのに覚えてないやって。いや、そりゃそうで一回しか聞いてないんだもんって私よく言うんですけど。ね、だから一回、今までは多分学生時代はさ、勉強時間も取れてた。で、若かったしね。まあ、まだまだ皆さんお若いですけど、まだまだ若いからね。だから、でもやっぱりさ、あの頃と違うじゃない。ね、まださ、こうなんか無茶ができたさ、10代の頃とは違うでしょ。まあそこまで若いしてないですもんね。で、そうすると、あの10代の頃だったら、一回聞いたら確かに覚えてたこと多かったかもしれない。でもやっぱりさ、だんだん年齢人間重ねてくると、やっぱり2回3回聞いて、やっと入ってくるって状況なのは当たり前なんです。だからもう全然いいんですよ。だからね、最初から焦る必要ないんです。まあ、どうせ忘れるんだよ。いいよいいよ、こんなの。別に細かいことまでいいんだ。っていうことで、だから細かいことなんか全然気にしないで、で逆に、やっぱりその忘れちゃいけないところっていうのをしっかり押さえていくっていうことですね。で、そうするとやっぱり今言った1つ目は、今覚えるべきこと。を優先する。で、これがすごく重要ですね。ちょっとごめんね、立ってて字ガタガタですけど、今覚えるべきことを優先する。何を覚えるべきなのか、どこを覚えるべきなのかっていう、覚えなくていいのか。で、特にやっぱ覚えなくていいことっていうのもあるんです、さ、早い段階では。だ、それを明確にしていく。今覚えなくていいこと、覚えなくていいことのね、2つある。1つは試験に出ないこと、出にくいことは覚えなくていいです。で、もう一個はみんなが覚えられないこと、自分だけじゃない、これも覚えなくていい、今はね、最初の頃は。で、そこを明確にしていくと。で、さっき言ったまあ独学とかっていうのもいろいろあるんですけど、例えば講座を出て勉強するっていうメリットは何かっつったら、やっぱりここの優先順位がしっかりつけられるからなんですね。けるね、結局もともとこれあまり最近自己紹介しないんですけど、一応レジュメに自己紹介載せてるから、そこ見ていただければいいんですけど、もともと私ってやっぱり自分自身も、まあ、イメージいろんな方いらっしゃると思いますけど、自分が弁理士を受験している時も、もともと知財の経験はなかったですね。で、前職、ずっと、今もう何年ぐらいだ、20年近くやってますけれども、20年、そんなやってないか、やってるな、やってるんですけど、で、もともとその前ですかね、弁理士やる前は学習塾でずっとやっていて、学習塾で中学受験の算数を教えてたんですよね。で、中学受験の算数を教えてたんですけど、で、塾って結局メリットは何かっていうと、いっぱいの子供を見てるんですよ。例えば小学生ずっと見て、まあ、30人ぐらい教室で見てて、で、それ何クラスも見てたんですけど、で、そうすると毎年見てると、あ、ここは多分みんなできないなとか、あ、ここはできるなっていうのは分かるんですね。で、よくずっと当時は保護者会で言ってたんですけど、例えば A 君がいますと。で、A 君がどういう性格かは私は分からないです。だ、それは親の方が絶対分かるんですよ。で、お父さんお母さんにそこは任せます。A 君がいつへこむかとか、どうやったら立ち直るかっていうのは、それは一緒に話してるけど、完璧なことは多分親御さんの方が絶対分かってるんで、で、そこについては、ここのことについてはお任せすると。ただ、6年生が今何ができないかとか、6年生の子だったらここはできるはずだっていうのは、それは親は分からないんですよ。自分の子しか見てないから。いや、私は兄弟いますって、ね、それでまあ2人3人ですから、30人とかいないからね。だからそうすると、6年生の子がどこでつまずくか、これが分からないっていうのは、それは塾は見てるんですよ。だから焦らないんです。できなくても焦らないし、逆に、あ、これを今できなきゃいけないなってところであればフォローしていくっていう。で、そこがすごく教育機関というのは大きなメリットで、まさに弁理士試験もそうで。で、私が見てる時は、あ、ここはどうせできないよね、あ、2092って、まあ、特許法になるんですけど、特許の2092と分割出願についての関係は、あ、これはみんなつまずくだろうなと、あ、案の定、今分かってないでしょ、あ、全然それでいいですっていう。
のがあったり、あ、これについてはもう試験直前になれば絶対できるのだから大丈夫。で、逆もありますよ。もうこれ絶対間違えると。まあね、あの著名著名って連呼するとこがあるんですけど、私がね、だ著名って言葉を絶対これ見落とすというところもあったりするわけだから、それをしっかり指摘していくのが私だと思っていて、で特に出ない、うん、あのここについては出ませんっていうのを言っていくっていうのがやっぱりこちらの仕事というか、あのね、出るっていうのはねいいんですよ、どこでも出そうだから。でもやっぱね、どこをやらなくていいかっていうのはわからないんですよ、勉強してて不安になっちゃうから、みんなね、あれこれも出るのかな、あれこれもやっといた方がいいのかな、だそれは明確に言います。今これやらなくていいよとか、覚えなくていいですよっていう、うん、だって覚えても後で忘れるし、うん、のがあります。で、特にでそれをフィードバックするためによく私皆さんにお願いするのは、めちゃめちゃ質問してくれと、うん、あの私質問を受けるのは好きなの でやっぱりそれで質問してもらうことによって皆さんも疑問が解消するし、で私も参考になるのね、あ、こういうところで引っかかるんだっていう、だその質問があるから次の講座の時についても話ができるしね。だそういった意味ではまさに私の講座の場合は積極的に絡んできてほしい、うん、ずっとだから前半が特にいいのよ。前半ってね、これ講座が始まった最初の頃って1日2コマあるんですよ、うん、11時からの回と11時から12時か11時2時でやって1時間休憩して3時6時になってます。最大1時間休憩があるから、そこまあお昼ご飯とかまあなんか軽食食べる人が多いんですけど、そこを質問してくれれば非常にいいですよね。だからまあそれも何ですかね、結構まあ人によってすぐ質問する人もいれば、最初質問してる人がいたら、じゃあ先お昼食べてきて、で戻ってきたら聞いてみようとか、そういう形で聞いてもらえばいいですし、基本的にも質問は大歓迎ですし、まあ、あとまあ通常だとツイッターとかでも受け付けてるんですけど、生の場合であればずっと前に座ってるんで、教室の同じ教室の前に座ってるのは好きなんですよ。でみんなずっと見てるんですよ。で意外に質問来ないのね。でいつぐらいに来るかっていうと、来年の3月ぐらいです。来年の3月ぐらい直前になってお尻に火がつくじゃん。だから聞きに来るわけよ。これすいません、どうなってますか。もう遅い。その時期は本当は遅いのよ。うん、まあ当然聞きに来るのはいいんですけど、やっぱり最初の時期ね、うん、年内のところにしっかり潰していかなきゃいけないっていうことになります。だからもう今覚えるべきことを優先する。で、かつ繰り返し、繰り返しね。繰り返し学習をしていくっていうことがすごく大事です。であとはね、やっぱその時間を作るっていうことがやっぱすごく大事ですね。でよく言うのは、私が言ってるのは1週間に20時間ですかね、おおむね、次のページか、ここに書いてある1週間に、まあ、20時間ぐらいがあるといいかな。この講義時間入れていいですよ、講義時間入れていいんですけど、20時間はやっぱ取ってほしいかな。10時間取れないってなると学習時間としては少し足りない、うん、ちょっと少ないかなってところで、でね、20ってね、で今日多分ガイダンス来た人はいけると思うのよ。最初の頃ってやる気に満ち溢れてるからなんとかなる、でも、ね、意外に取れない、あ、20取れないです。これ1週間20時間って、だから講座自体は今やったように土曜日で最初の頃6時間取れるんですよ。だから実は残り家で14時間やればいいので、ってなると例えば平日をね、朝通勤で30分、まあ、最近ねちょっとリモートとかねテレワークあるから分かりませんけど、まあ、通勤で30分会社行ってる時はね、昼休みちょっとお昼ご飯早めに食べて30分、帰りも通勤で30分って言ったら通常そこで 1.5 時間取れます。で家帰って、まあ、ご飯食べて1時間だけちょっと勉強してもらうとってなると、だいたい平日って3時間は取れるんで、ってなると平日5日間ありますから、そこで15時間取れるんですね。で15時間取れて、で土曜日講義で6時間ですから、もうそれで21時間ですから、20時間取れそうなんですけど、そんなうまくはいかない。でもいいです、それで最初の頃は、うん、で日曜日やらなくてもそれぐらいいくんですけど、ただ目標としてやっぱ20時間ですかね、うん、やっていただけるといいかなと。だから20時間っていうのは結果的に机に向かってやる必要はないんですよ。で今やった電車の中とかでもいいですし、本当にもう例えばね、すごい細かい時間、よく私言うんですよ、もうね、例えばよく講座なんか来て、もう教室に来て、教室でやっぱテキスト見てる人と見てない人がいて、だそういうところでも時間をちゃんと作ったり、もう極端に言えば本当帰る時のエレベーター待つ間の時間でも何か見るぐらいの気持ちで細かい時間を作っていけば勉強時間は全然確保できますので、まあ、そこでなんとか20時間っていうのを、まあ、確保していただければいいかなと思います。でここまあ上空欄になってるんですけど、時間を増やす勉強法って結果的には一つはまず物理的に増やすしかないですね。でこれはもう限界があるんですよ。
寝ないとはいかないし、だ物理的に増やすとの限界があって、でじゃああとはどうするかって言ったら、もう一個は同じ時間内で学習量を増やしていくと、うん、同じ1時間なんだけど学習量を増やすか、逆に学習量自体を減らす。だからこれがさっき言ったあんまりテストの出ないところはやらないとかって話です。まあどっちかですよね。でこの勉強時間っていうのが厄介で、よくね私もこれ言うんですけど、最初の頃、少なくとも年内なんですけど、年内に関しては私問題解かなくていいって言うんです。担当の問題とかについても問題を解く必要はなくって、何かさポイントを押さえるようにしてくださいと。いやいや何言ってんだよと、問題は俺は解いた方がね効率がいいんだという人いるんですけど、なぜかさね問題解くのって時間かかっちゃうんですよ。 A さん1日3時間 B さん1日1時間勉強してます。でこれだけ聞くと3時間勉強してる人の方がいいじゃない、ね、3時間できてんだもん。でも A さんはね、やっぱり昔の大学受験の頃のやり方、俺は過去問解かなきゃねやった気にならんと、問題解くことによって、ね、あの能力が上がるんだと、まあまあそういう人もいるでしょうってなって、やっぱこう考えちゃうんだね、分かんないからで、って考えて、で解説読んで、ってまた考えるんだよ、しっかり考えてる。だから3時間やって10問解けてる、3時間で10問。 B さん1時間しかできないんだけど回答をどんどん見てっちゃう、分かんないからね、分かんないとさ、あ見なくていいのかね、問題解かなくていいって言ったなって言って、もう解説読んで問題読んでバンバン進めちゃう。1時間で20問進められてる、どっちがいいかって話ですよ。3時間でしっかり考えて10問と1時間でスパパッと置いて20問って言ったら、私は1時間で20問のがいいと思いますよ。なぜかさ、それは繰り返しもしやすくなるし、うん、結果的に長く時間かけてると、もう一個さ、これ頭の中って大事なことがあって忘れるんだよね、知識で蒸発するのよ。だからインプットをゆっくりしてると忘れる量と均衡保っちゃって全然知識増えていかない。だからどん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 インプットってしていかなきゃいけないので、だそういった意味では最初の頃は問題を解くというよりかは、あのポイントを押さえていくっていうやり方がすごく重要になってきます。で具体的にまあ来年に向けて、合格に向けてっていうところでちょっと話をしていきたいんですけど、あのまさにもう今日って7月じゃないですか。もう7月終わりだよね、8月だよね。だから今8月から始まって、で最後5月ですということになるんですけど、担当試験、まず担当試験しっかり受かるということが大事です。で担当試験に受かることを考えた場合に、どこまでに何を終わらせるかってなると、この3、4、5月この段階は何ですかね、もう試験直前の時期になっていきます。いくつかのこう区切りがあって、でこれ1月と2月がちょっと微妙なんですけど、で勉強の時間で考えていくと、弁理士試験っていうのは4法と下3法という勉強があります。まず担当に関しては、で4法は特許実用試案法、意思表表表法で、下3法は担当試験にしか出ない著作権不正競争防止法条約です。で下3法の著作権とか不正競争防止法条約はめちゃめちゃ細かいところが出てくるのと、試験勉強のなんですかね、時間をかけたからといって比例して点数が上がらないです、なかなか現実的に。で考えた時にあまり最初からやってもさっき言った忘れちゃうんですよ。なのでまず下三法に関してはここから始めていきます、この辺から。で下三法の勉強とこのちょっと上ですね、上に関してここで何で入れ替わるか、その論文の勉強を並行してやっていくんですけど、論文の勉強をずっと始めてっていただいて、下三法の勉強を論文で使ってた時間を割り当てるんですね。これがだいたい1月とか2月ぐらいです。でそれまでの4法についてはどうなるかっていうことになりますと、4法に関しては、担当試験っていうのが3つのバリエーションがあります。心理回路が。で、実際私の講座で教材を使ってるんですけど、担当試験に関しては、この教材見本っていう。
レジュメのページがあって、でその中にこの担当コレモン資料2っていうのがあります。で、私の講座の中で教材の一つでこの担当コレモンっていうのを使っていきます。で、担当コレモンっていうのは何かって言ったら、条文ごとに過去問の枝を全部切り分けてるものです。平成14年から全部担当の過去問すべて条文ごとにばらしてます。だから逆に言えば、ここまでが担当で聞かれているよっていう範囲になります。で、担当コレモンには、実はその担当の問題には、さっき言った3つの理解度があります。で、1つが何かっていうと、ここに書いてあるコレポンって呼ばれるものです。あと、これ徒競69条なんですけど、で、コレポンっていうのは何かって言ったら、過去に2回同じテーマ、よく法律では論点とか言うんですけど、同じ論点、同じ回答で出てる問題を集めてます。だからコレポン1とかコレポン2って、これも2つあるんですけど、これは過去2回以上出てる同じ問題なんです。だから聞き方は違うんだけど、出てる答えのポイントが一緒っていう。ということは、試験としては優先順位がめちゃめちゃ高いです。だって2回以上出てるんだから、今までで。で、次に、その他過去問ってあります。で、これは何かと言ったら、あと1回しか聞かれたことがないテーマです。で、もう1個は過去問に出てないっていうのがあります。ただ単に条文から分かるっていう。当然過去問か、例えばこれって特許法の効力が及ばない、ちょっとまだね、勉強した人難しいかもしれないんですけど、特許法の効力が及ばないものっていうのが、例えばこう日本国内を通過する、船舶とか航空機だから、飛行機とかさ、船とかにこう機械がついてる時にさ、こう日本上空を通過しますと、飛行機で本来日本の領空を通過するんだから、もしもそれが日本の特許権を侵害してたら外さなきゃいけないわけよ。な、無理じゃない。飛んでる飛行機が日本来た時だけ外せってさ。だ、そういうのに対しては権利行使できませんよっていう条文なのね。特許権の効力及ばないよっていう。で、それは出てないんですよ、過去問で。ここの航空機に関して。だ、こういう過去問で出てないって範囲もあります、当然。条文にある。条文では聞かれたことが、過去問では聞かれたことがある条文なんだけど、過去問では出てないよっていう項目があります。その3つがあるわけ。要するに過去に2回以上出ている項目と、1回は過去問で出てるんだけど、1回しか、まあ逆に1回しか出てないよってところと、全く出てない。って考えたら、優先順位は明らかにここです。コレポン。で、これを、このコレポンっていうのをいつまでに終わらせるかっていうと、11月から12月までの間。これ早ければ早い方がいいです。これポンの論点に関してを年内で完璧、要するに理解をすると。で、これはね、ちゃんと理解までしなきゃダメです。なぜ？よく言ったら2つのホワイトって言うんだけど、なぜそうなってるのか。で、これを年内に理解していただきたくて、で、それが終わったら、ここで今度はその他過去問です。で、ここまで来たら、インプットで頭に入ったので、直前は過去問を実際解きます。で、プラス条文、試験に出てないところも含めて勉強していくということになります。だから結局、これから過去問解くときに、さっき言ったように問題解く必要がないですよって言ったのはなぜかって言ったら、過去問解きました。問題解いて半分以上分かりませんだと時間かかってしょうがないんですよ。だから過去問を解くような段階になっているときは、8割とかは分かってると。で、分かんない残り2割を潰しますっていうので使ってほしいんです、過去問解くのは。だ、それ解くのは全然後でいいですと。で、全部、まあ、例えば次のもう100、これ121条と拒絶査定不服審判なんだけど、まずこのコレポンがあるわけですよ。で、請求期間は査定等法の送達の日から3ヶ月と。ってなると、例えば平成29年特6の、今分かんなくてもいいよ、次のね、20ページのレジュメですけど、査定等法の日から3ヶ月からっていうのがテーマだから、答えだから、問題文のどこを見ると、これは問題文はここなんですね。ちょっともら、まあ、特定証券って言うと言葉難しいんですけど、これ特許を受ける権利をもらったって日です。もらった日から3ヶ月ですか、違うよ。
なんか特許庁から来た日から3ヶ月ですよってことで、ここが違ってるんですけど、あ、ここがポイントなんだなっていう見方をしていきます。で、次も一緒なんですね。だから同じように。で、これもほら、承継の届け出の日からでしょ。なんか似てるじゃない、聞き方が。ね、承継って言葉似てるでしょ。で、そこじゃないよと。あくまで査定謄本、特許庁から書類が来てから3ヶ月ですよってことになります。で、そうすると、あ、こういうポイントがあったな。で、これは条文のどこかって言ったら条文のここなんだね。その査定謄本の送達があった日から3ヶ月。あ、ここの条文を聞いてるんだ。っていう理解、このコレポンの範囲についてを、これを年内に完璧にしていくということになります。ってなると、それの基本的な理解ということが必要になって、当然いきなり問題だけ解いてもダメなので、基本的な知識というところが、抑えていかなきゃいけないんですけど、じゃあその基本的な知識というのをいつ抑えられますかっていうと、それが入門講座です。ただ入門講座が、これって、このさっきのね、カリキュラムを見ると分かるように、9月から始まって、これ11月なんですよ、終わるの。で、まあ実際商標までだから11月の頭。入門講座が、ここであります。入門講座。で、入門講座に関しては何をやるかっていうと、基本的な考え方をしっかり身につけていただくってことが重要なので、さっきのレジュメの見本教材の1つ目ですかね、14ページのところからこういう穴埋めレジュメ使ってます。で、一番最後にね、こう回答はつけといたんで、もしあったと、これ、要するに、この穴埋めが、こうイメージ的に埋まるような感じ。入門講座で。ああ、これ願書だよね。必要な書類。これ特許請求の範囲だよね。と。明細書だよね。っていう。で、まず、この基本的な知識というのをしっかり入れていただくと。で、結構なんかね、よくわかんないで、私。基本的に食べ物の例多いんですけど。なんかわかんないじゃん。特許の例とかにすると。だからなんか、例えばこういう、まあ、これ、天丼でやってますけどね。で、これでは明細書がどう書きますかみたいなことをやってたり、まあ、あとはハンバーグ多いんですけどね。昔はね、ラーメンが多かったんですけど、最近ハンバーグ。ハンバーグ定食に今トッピングした。特許だと絵を備えた装置っていうのが、例えば、ハンバーグ定食だとハンバーグだよとか。で、こう、まあ、従属項とかって言うんですけど、従属項とかって結局トッピングのことだよ、なんてこと話をしていくんですけど、で、こういう、まあ、穴埋めとか具体例を使って、基本的な知識を身につけていただきたい。で、身につけていただきたいんですけど、これがさ、今言ったように、まあ、11月までなんですよ。11月まであるので、で、これを、ある程度、ここ、今、この8月、9月、始まるまで1ヶ月なんだけど、ここで、どれだけスタートダッシュを切れるかなんですよ。この8月で。で、これ何がスタートダッシュかっていうと、ここで、ガリキュラム、あ、目指してみてください。こっち映しますから。カリキュラムを見ていただくと、ここにさ、この先取り講座の44回ってあるんですよ。で、私、入門講座って、この秋の講座以外に、まあ、通信用のウェブのスマートコースっていうのをやってるんですけど、スマートコースのその入門講座分が、まあ、同じことほぼやってます。ただ、こっちはね、1コマ1時間なの。通信向けだから。なんでか、通うとね、3時間なんだけど。辛いんだけど。だけど、通信1時間だから。ということで、この44の講座を、実はこの9月が始まるまでの間に見ちゃえば、それで予習が終わるんです。で、もうこっから、そしたら、要するに授業に来て、ああ、そうなんだじゃなくて、ああ、知ってる、知ってる、みたいな。で、生とウェブの唯一の違いは、聞きますから、私結構いろいろ聞くのね。これってなんでそうなってるのとか。で、基本的には、当てて答えてもらうときには、答えられない質問するんで、素直には。だってつまんないじゃん、特許法何条ですかとかさ、見りゃ分かるのは。絶対見て分かんないことを聞くことが多くて、でもなんでそれ聞いてるんですかって言ったら、本質的な理解をちゃんとしてほしいから。で、それを、まあ、どうなってるとかって聞くときに、これが9月からね、まあ、やってる人もまずいるんですけど、今まさにこの1ヶ月間の間に、この44コマ見切っちゃえば、めっちゃ有利なんですよ。で、今言ったように、もうやる、だってそれで終わって、かつこれポンって、ね、入門講座11月に終わるのに、12月までに完璧にしてくれって言ってるんですよ。めっちゃ時間ない。もう。で、そう考えたら、で、まあ、並行で論文もやっていくってなると、これかなり時間がなくて。でも、
今言ったこの入門の部分の知識さえ埋まって、かつこの担当コレモンっていうのを使ってしっかり論点を潰せれば、少なくともコレポンって書いてあるところについての理解ができれば、かなり合格の可能性は高くなります。で、今からもう予言をしておくんですけど、途中でちょうどこの商標の条約が終わって、11月の終わりぐらいから、まあそうだな、うん、まあどっからかによるんですけど、この担当開放講座というのが始まります。で、この辺の講座になるとね、途中から帰れませんっていうのをね、やる時があります。ちょっとね、コロナとの関係もあって何とも言えないんですけど、で、帰れませんっていうのはね、もう受講してる人はもう、ああ、あれかとね、うん、恐怖の帰れません。これ何かっていうとね、20問、最近20問にしてるんですけど、20枝問題解いてもらうんです。過去問ですよ、過去問。で、20枝問題解いてもらって、で、それが終わったら持ってきてもらうんです、私に。で、持ってきてもらって、何問あったかだけ教える。まあ逆か。何問違ってるかだけ教える。だから、お、全部合ってれば終わりです、それで。あ、全部合ってるよ、20枝。で、そのうち2個違うよ。で、2個違うよって言うんだけど、どこが違うか教えないんです。で、2回目は条文見ていいんですよ。うん、条文見ていいんですけど、ただどこが違うか教えないので、条文調べて、それ自分で回答しなきゃいけない。っていうことになっているんですけど、で、それの帰れませんという問題を、まあ、大体年末ぐらいからやるんですけど、そこで間違いが多いとなかなか合格しないです。逆を言えば、そのタイミングで間違いが1問しかありません、全然ありませんという状況であれば、担当の合格の可能性はかなり高いです。これで実際やっぱり今年の受講生見ても、そこで3問4問間違えてますっていう人はなかなか今年いい結果出てない、正直言うと。で、これも例年言っていて、ということは、その年内の帰れませんの問題、いわゆるこれもこの時はコレポンしかまず最初出さないから、コレポンの範囲の過去問で間違えているようだったら、まだちょっと距離があるってこと。うん、なので、それを極力縮めてほしいんですね、この時期で。と、うん、いうことは、今のタイミングで、だから最初の、まあ、9月の10日までは特許が始まりませんから、まあ、実質的にこの9月で始まるのは9月17日なんです、特許の入門が始まるのが。っていうことは、今日7月30日ですから、8月の1日から、9月の17日、まあ、大体おおむね、まあ、40日から50日ということは、ちょうど40、例えば44コマだから1日に1コマ見ればちょうど間に合うんですよ、特許の入門が始まるまでに。で、まあ、これちょっとまあ後でね、収録とかで見てる方がいれば、そこは逆算をしていただければ、まあ1時間なんでね、うん、例えば1日2時間見れば20日間ぐらいで終わりますから、9月から始めても全然間に合う。だから9月3日の最初のガイダンスから来ようかなっていう人はめちゃめちゃ忙しくなるけどね、2週間で見切んなきゃいけない。で、見切ってほしいです、これ。うん、1コマ1時間。で、さっき言ったように、だから絶対覚えるとかじゃなくていいですよ。うん、またやるから、どうせ。でもやっぱりイメージがあるかないかだけで全然違うんで。だからそこの間で、まあ、どれだけ時間取れるか。だから、まあ、1コマ1時間なので、今言ったこのコレポンとかも合わせてもどんどん前倒して理解してもらった方がいいんですね。で、じゃあ、なんでその入門を早めにやってくれって言ってるかっていうと、当然コレポンがあるんですけど、この、もしも仮に今日始めて、もうね、なんかもう時間ねえなと言ったら、論文対策をこれいつやるかってことになるんですよ。で、論文対策は私がやってることっていうのは基本的に過去問です。過去問で、例えば教材見本は28ページですかね。で、論文過去本っていうね、こさげた名前ですけど、で、講座の中だと、こっちがいいか、講座の中だとこの論文スキルアップ講座っていうところで過去問を配りしています。平成14年から全部です。うん、まあ、全部は説明してないよ。だから教材としてまずお渡しするんで。で、最終的な目標は論文の過去問をできるようになってほしい。論文の過去問大変だよね。まずこれ問題めっちゃ長いですよ。これ例えば商標法の例わかんねん。こんな長い。ねえ、レジュメ、文章。こんなんですよ。書けんのかって思いますよね。最初の頃ね、なんじゃこりゃと、うん、こんな長いの書けんのかよと思うかもしれませんけど、これ大丈夫です。でね、これ確かに見るとなんか長くて大変なんだけど、よくよく見るとさ、
なんかこれ、塊になってません？こういうふうに。こんな感じで。もう分かります？なんかの塊になってる、こういうふうに。論文ってね、そうなんです。確かに全部見るとめっちゃ長そうで書けなさそうなんだけど、こういう細かい部品のまとまりなんです、論文は。で、この部品ってどっから出てきますかって言ったら、それは過去問の問題から出てきます。この言葉だから今の部品が出ます、この言葉だからこの部品が出ますっていう、そういう形の組み立てになってるんです。だから論文の力の一つは、問題文から何の部品を使うかっていうのが分かる力、これが必要です。で、それは過去問で勉強します。いつやりますか？多分ね、これは年内相当時間かけないときついです。だから担当試験後に一気にやります。それでも間に合います、十分。ただ、もう一個分かった。で、この問題から使う部品は分かった。じゃあその部品はどう書こうかって話になっちゃうね、今度。何の部品書くか分かったんだけど、その部品をどう書こうかっていうのが分からないので、じゃあ分かったと。これ全部覚えるの大変だから、じゃあバラバラにしようよってことで、この過去問をバラバラにしたのが、今度は論文過去問というのがあります。じゃあね、論文、論文これもで、論文これもんってのが、ここから今度24ページからで、これがさっきやった過去問のパーツを分解したものです。で、過去問のパーツを分解したものに対して、問題がくっついてるということで、ということは、この問題に対して、こういうこと書くんだな、この問題に対してはこういうこと書くんだなっていう、これを理解して押さえていってもらいます。丸暗記はいらないです。ただ理解して押さえていく必要があります。ただ、これね、いっぱいあるのよ。特許だけでね、90個ちょっと。商標でね、商標で60ぐらいで、商標だから全部で200ぐらいあるのかな、論文これもんで。めっちゃ大変。だこんなのさ、試験直前に覚えきれるわけないじゃない。だこれはいつやりますかっつったら、今でしょって言えないからね、これまだ。だからどうするかっていうと、これは、この年内なのよ。で、この論文これもんをいつ回せるかって言ったら、入門講座が終わったら回せます。一通りやるから。だからさっきのパンフで言えば、この基礎、入門講座って言ってるのは、これ、この生講座と基礎力セットアップ講座するんですけど、基礎力セットアップ講座が終わったらこれができるのよ、この辺が。っていうことは、ね、いいですか、皆さんがのんきに、ね、ああ秋の講座始まるの9月だよね、そうかそうか、よし、じゃあ9月になったら毎週頑張るぜって言って、11月まで行っちゃったら、論文これもスタートするのがこの時期ぐらいから始まっちゃうから、ほとんどできないですよ。ね。ところが、ダッシュでもやるじゃない。入門講座をスマート講座の先取りで使っちゃえば、ここまでに終わらせれば、9月17日までに。9月17日までに終わらせたら、これを10月に見るんです。9月から10月にかけて。9月から10月にかけて見れば、論文の勉強が、ここでしっかりできるようになります。なので、論文のベースができるので、担当試験終わった後にさっきの項目を出すって練習さえしていただければ、十分論文も合格圏内に入ってきます。結構きついですよ、合格圏内に入るのは。確かに。だけど全然難しいことではない。だからそこの、いいですか、まさにこのどんだけ最初の入門をしっかり早く終わらすかで。だからね、当然9月から始めてて11月っていうのも、あるんですけど、ただこれはこれで一つの基本的なところをしっかり理解していくってことは重要なんですけど、そのベースとして、スマートの入門を使うことによって、より有利に進められますし、幸い、この論文のスタート時期を調整できるように、こっちを全部ウェブフォローにしてます。もうウェブで見てくださいということにしていて。だから、もう早くやればどんどん早く見られる。で、こっち一コマ1時間なのね。そのスマートと共通になるので。なので、もうやる気さえあれば、もう全然待たずにどんどん進められていて、まさに来年の試験の合格可能性はどんどん高まってくると。もう今日から申し込んで、来週の、明日まだありますけど、日曜日、明日でも日曜日でもいいですけど、そこからスマートの講座を1日1時間、1コマ1時間。でもって言ってしまえば、いや、俺2コマ見れるよ。ね、1日2時間見れるよって言ったら2回回せるわけですよ。もうより完璧ですよね。そういうわけで1回じゃ忘れるから。
2回回してさらに3回目でしょ。もうがっちり知識つきますよ。でプラス論文これも進めて、ね、あ、分かんないこと出てきたぞっつったらすぐ質問して対策をしていけば、年内のもうこの12月ぐらいまでに論文の基礎はできます。で論文の基礎1回できればあとは固まってくるので、さっき言ったその他過去問っていうところで今度はこれポン以外の内容の担当を進めて、でそこで2月ぐらいまでに過去問の範囲が全部できたぜってなれば、過去問で漏れたところを勉強しつつ、条文過去問で問われてないところを勉強していくという流れで担当本試験に持っていけるということになります。はい、もうねやることは明確に決まってます。来年の5月までまさにもう今から動いていただいて、でもう早く動けば動くと当然合格可能性は高まりますし、もう早くもないんですよ実はね。あの春のコースから比べれば早くはないので、うん、もうあの一刻も猶予もないっていう状況で、で結構やっぱりのんびりしちゃうとその分ね合格が遠くなっちゃいますから、まあ、頑張ってなんとかそこはあのうまく知識を作っていただけるとよろしいんじゃないかなと思います。はい、であとは、まあ、そうですね、さっき言ったように、まあ、ちょっとだけ言っておきますと、まあ、土曜日が毎週土曜日になるので、まあ、ちょっと大変かなと思いますけど、まあ、最後の方は一コマですから、まあ、負担的には、まあ、あのご家庭でしっかり勉強ができれば、まあ、問題はないかなと思っています。あとも分かんないことについてはどんどん聞いていただきたいと、いうふうに思ってますので、特にね、なんですかね、あの質問って分からないことだけを聞くんじゃないんですよ。あの確認したいことだから、これって合ってますかっていうのも十分質問なので、だからそういったところもぜひ気楽にね、あの聞いていただければよろしいんじゃないかなと思います。あとは選択科目がある方は、選択科目の勉強に関しては基本年内ですね、こっちもだ年明けの後も担当になっちゃうので、でもしあれば個別に相談していただければいいかな。ちょっと応用情報についてはもう締め切りがあの先週終わってしまったので、もう秋の試験では向けられないので、ちょっと皆さんは多分応用情報での免除は厳しいんですけど、まあ、あの自分の知ってる分野であればお答えはできますんで、あの計算機工学とかであれば答えられるんですけど、まあ、一応選択科目ある人は一応年内、ね、一つの基準としては特許庁の過去問が、まあ、例えば今年の選択科目の問題出ましたけど、調べたら解けるっていう科目であればいけます。理系科目は自分で調べて回答が作れますってなれば問題ない。逆に調べても回答作れませんっていうのであれば、ちょっとその科目は厳しい、だから民法とかになってしまうかもしれませんね。はい、というところで、あとはまあ、もう一個だけ、そうか、さっきの入門講座ばっかり言ってたんですけど、あの担当解放っていう講座が終わった後に始まります、11月ぐらい。で、これはあの4歩並行にやっていくという形で、私って基本的には、その手続きの流れを重視しているので、あまりまあ覚えずに手続きの流れを重視しましょうと、その時に、特実衣装っていうのを並行で勉強していっちゃうっていうやり方が、この担当解放習得講座っていうことになります。だもうもうあの個別法律ごとに見ていかないというか忘れちゃうでしょ。最初の特許やって次衣装やって商標やってってのとさ、最初にやった特許忘れちゃうので、一応並行でやっていく、かつまああの講座の中ではポコポコ当てて聞いてきますので、まあ審査の場面だからといっても審判のことを聞かないわけじゃないですし、まあそこはしっかりとあのなんですかね、こう行ったり来たりするような形で勉強を進められればと思いますと。はい、というところで、まあ、大体ほぼあの1時間近くになってきましたので、一旦ここでの私の共通の話は以上にさせていただきたいと思いますと。あとはまたの個別の相談、せっかくいらっしゃってますんでね、あのぜひなんかあのお話しして書いていただければと思います。はい、というところで、じゃあ私の方からこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。